え、もう吹っ飛んだんですか。まだ始まって1、2分しか経ってないですよ。レナピョンほんまにかっこいい。おイケメン、そっちじゃないか。レナピョンネイル変えた？変えました。まだ見せません。嘘やで、後でちゃんと見せますね。レナピョンの顔見たら元気出る。お、レナも皆さんのコメントを読んでたら元気になる。久々に来ました、かわいい。お、ありがとう。なんでそんなにポジティブなん？なんか、なんかマイナス思考になんか考えてると、いいこともなんか悪くなっちゃいそうな気持ちになるし、悪かったところはちゃんと反省して、でもそこばっか考えるんじゃなくて、明日はじゃあこうやって頑張ろうとか、そういうのを思ってたらいつの間にかポジティブな性格になってましたね。総選挙の会場決まりましたね。今年は名古屋ドーム、名古屋です。大阪じゃなかったですね。でも名古屋ということは手羽先味噌カツ食べ物のことばっかですけど、でも本当に選挙の受付が始まって、なんやろ、不安もいっぱいですけど、でもショールームを通したり、皆さんブログのコメントとか握手会とかでもすごいたくさん今年こそ今年こそってたくさん言ってくれて、だから不安やけど楽しみな方が今すごい多くなってきたかな、気持ち的に。ね、きしめんは食べておきたいところだね。ね、うどんのな、ライバルっていうか仲間ですもんね。投票するよ、ありがとうございます。明日遠足、わあいいな、遠足か。遠足なんてレナいつぶりに行ってないやろ。学生ぶりに行ってないですけど、まあそらそうか。おやつは500円までとかですよね。レナはいつもガブリチューっていうぶどう味とかソーダとかコーラとかがあるチーイングキャンディーがあるんですけど、なんか駄菓子屋さんに売ってる、それいつもめっちゃ買って行ってた。 M で遠足させてもらおうね。チーム M で遠足したい。もうはちゃめちゃになりそうじゃないですか。でも遠足ははちゃめちゃの方が楽しいですよね。もともと綺麗やけど一層綺麗になった。お嬉しい。リップマットで可愛い。お、気づいてくれました。今日はマットリップです。いつもはねツヤツヤ系なんですけど、今日はマットにしてみた。バナナはおやつに入るんですか。バナナ嫌い、バナナ食べれない。でもおやつに入るんじゃないんですか。今日楽しいことあった。今日は最近やってるゲームがアップデートされてちょっと進化してて、それが嬉しかったかな。レナピョンは赤リップが似合う。お、嬉しい。でもこれちょっとブラウン味のある赤やから、結構春っていうよりか秋冬向きかも、もしかしたら。でも春にどんどん使っていこうと思ってます。仕事でクタクタです。お、ちゃんとご飯食べてゆっくりお風呂に浸かって休んでくださいね。リップ、このリップはエチュードハウスのなんかあのケースを自分で付け替えれるリップなんですけど、色味はこんな感じのカラーです。結構赤ですけどブラウン系が強い。あ、ついてた。ブラウン味の強いリップです。ケース可愛いんですよ。ザリガニ可愛くない？見えるかな、ザリガニ可愛くないですか。
チョイスじゃザリガニにしてみた。エチュードハウス結構いいですよね。リップ種類も多いし色味も多いし、マットタイプもあるし結構ツヤっぽいのもあるし、大人色ね、大人色ですよね。レナピオンラジコを聞いて、あそう、昨日ラジコ、昨日ラジオの生放送だったんですけど、皆さん聞いてくれましたか。画面越しに姉がめっちゃ突っ込んでる。どういうこと、お姉ちゃん。手のひらにほくろある、ほくろかな、これなんだろう、わかんない、昔からある。ネックレス見せて。はい、ハート、ママにもらったんです。初めて劇場デビューしました。2列目でした。チーム公演でした。感動した。お、ありがとうございます。いや、劇場デビューがいい思い出になってくださってたら嬉しいな、レアたちも。うん、レナピオ見に来たよ、ありがとう。10月の幕張行くよ、初遠征。10月まだまだだ、でも来てくれて嬉しい。言ってくださいね、ショールームにコメントした人ですって。誕生日プレゼント、これはレナが20歳になった時のお誕生日プレゼントです。ずっとつけてる、20歳になった時の。レナピョンテレビで見るより可愛かった。どこで見たの、握手会ですか。夜型始まったよ。あ、そう、今日夜型 NMB 生放送してますよね。レナいつ出たやろ夜型。でも少し前出ましたよね。ラジオのレナピョンの声好き。でもなんかレナ声高いんですよね。バカっぽい声ってよく言われる。でも自分的には別に気に入ってる、気に入ってるっていうか。わかんないですけど、洗い物してるからコメントできない。してるやん、してますやん。ショートカット似合うよ、ありがとうございます。もっと切りたい。でもレナピョンこんばんみー、こんばんみー。トマトの回じゃない、あー、トマトめっちゃ食べさせられた回だ。夜型トマト食べれない。神様ウインク、神様ウインクできてる。レナ特技なんですよ、こっちの目だけずっとつぶったままこうやって喋れるんです。すごくないですか。でもこっちの目しかできないんです。ずっとこれで入れるよ。うん、こっちできない、こっち難しい、できないんです。M 公園行きたい、来てー。欲望者の大阪は全部行きますよ。お、ありがとうございます。色っぽい。ああ。ヨーグルト好きですか。ヨーグルトはいちご、朝食リンゴヨーグルトかいちごのヨーグルトかアロエのヨーグルトが好き。ずっとウインクしとったら心配されてもうよ。そう、もうウインクじゃなくなるな、ずっとしてたら。色っぽいのでむせた。うん、それな。ゼリーとヨーグルトどっち派？断然ヨーグルト派。でもゼリーはたまに食べたくなる、大きい、なんか大きい、なんだっけ、みかんのヨーグルト、あ、ヨーグルトじゃない、みかんのゼリーは食べたくなる。今度握手会行っていいですか。ぜひお待ちしてます。来てください、嬉しい、来てくださいね、待ってます。欲顔見せて、映って。両目でリンクして、それまばたきやないかい。ヨーグルトは食べる派飲む派、両方です。 R1 ヨーグルトとか好き、飲むやつ。最近四字熟語ガールズにハマってる。お、We are 四字ガールズ、あれ MV がめっちゃ好きなんですよね、レナお気に入り。最近韓国ドラマ見ましたか。最近全然見れてないんですよね。でも魔女の恋愛と彼女は綺麗だったの、この2つはほんまにおすすめです。
ヨーグルトは作ったりする？ヨーグルトメーカー持ってるんです。ヨーグルト牛乳入れて、牛乳パックの中に一つこのカップのヨーグルト入れてバーって混ぜて、ヨーグルトメーカーにカチャってするだけで牛乳パック1パック分のヨーグルトができるんです。めっちゃいいですよそれ。そう、ヨーグルトメーカーでヨーグルトよくお家で作ります。それとグラノーラとか混ぜて食べたりする。さっきちゃんとコメント読んでくれて読めなかった。マリオカート得意、エリナめっちゃ得意。マリオカート、パクボゴム知っとる？知ってるよ。プレーンも好き、プレーンヨーグルトも好き。てかどっちかっていうと甘いヨーグルトよりかはノーマルって言うんですか、それの方が好きかも。甘い食べ物はそんなです。うん、そう、マリオカートは得意ですよ。ウィーンって難しいコースとかでわーってやってます。やってた。ルナピョン、ヨーグルトとかの CM 似合いそう。朝食リンゴヨーグルト分からへん。好きな芸人さんは誰ですか？誰やろう。でも藤崎マーケットさんは一緒に今ずっとラジオやらせてもらってて、もう本当に面白くて、すごいラジオ中はめっちゃいじってくるんですけど、でも本当に優しい方々だから、うんと、もうお兄さんって感じですね。すごい面白いです。なんか楽屋でマリオカートの実写やってたよね。やってた、懐かしい。そう、楽屋をメンバーみんなで走りまくってマリオカートやーって、レナピーチ姫なんですけどやってましたね、今お兄さんって言いましたね。レナ、お兄さんです。トキさんは神すぎるね、面白すぎる。いや、トキさんほんまにやばい、めっちゃ面白い。初めての劇場デビューでレナピョンが盛り上げてくれてとっても楽しかったです。また行きたいです。丁寧なコメントありがとうございます。またね、来てほしい。本当にぜひ来てください。最高の公演にするので。 GMM は恋はサイナーめっちゃ好き。レナも好き。あれ振り付けが好きなんですよね。なんかちょっとセクシー系、なんかチームメンのにいただく楽曲は割といつも可愛い系が多いんですけど、恋は才能はちょっとセクシー系で好きです。48の劇場公演まだ行ったことない。来てよ、来てください。ぜひチームM、 NMB チームM公演1番に来て。韓国ドラマの太陽の漢字が読めない、松って知らない。どんなドラマなんだろう、漢字が読めない。髪の毛は伸ばす予定ですか？伸ばさない、今のところ。レナピョン、はい、レナピョンです。目撃者公演出ないの？出てみたいけど予定はないですね。足上げる曲が好きですね。足上げる曲、割と全部足上げません？右にしてるリングも好き。左手ではなくて右にしてるリング、髪色かわいい。ありがとうございます。明るくなってきちゃった。でも春夏だから明るいのもいいかなと思って、ちょっとの間ちょっと明るめボブで行こうかなと思ってます。今見てるドラマ全部なんかそんなちゃんとは見れてないかもしれない。テレビで流れてるの見たりぐらいですかね。レナピョン、どこにいたら会えますか？劇場公演か握手会かな。あとは夢の中、いた、腰がバキってなった。ネイルまだ変えてない？変えたよ、ネイル変えました。めっちゃ可愛くないですか？ほら、結構派手にした。ほら、どう？可愛くない？こんな感じ。今回のネイル、右手がイエロー、左手がピンク。可愛くない？可愛いよな。親指めっちゃ可愛いんですよ。ほら
そう、キラキラ系にしたんですよ。じゃーん、ちょちょちょ、レナピョン同性として憧れます。ありがとうございます。キラキラネイル、お花、そう、お花、春カラーで、そう、こんな感じかな、こんな感じそう、お花ネイルにしました、春だから。ランダムレナピョン当たったよ。ほんまに、ありがとうございます。写メ会でおすすめのポーズ、わあ、やっぱりうどんポーズ、うどんポーズか、ファンの方と一緒にハート作ってこうね、一緒にこうやって撮るか、あとは猫もよくやるし、ニコとかもよくやりますね。うん、ネイリストさんにやってもらうの？はい、そうです。春っぽくていいね。ありがとうございます。好きな男の子のファッションはどんなのですか？好きな男の子のファッションはシンプルなお洋服が好き。なんか割とガチャガチャしたやつよりかはスタイリッシュに、なんかスキニーに、スキニーになんかまあ黒とかが好きですかね。女の子も男の子もシンプルなお洋服の方が好きかな。自分も着るのはシンプルなお洋服の方が好きかもしれない。レナピョンさんの笑顔が好きです。わっ、じゃあいっぱい笑おういっぱい笑います。おしゃれとかあんまりしないんだよな。そうなんですか。いろいろ着てみたらいいのに。レナちゃんと写メ撮りたい。撮りましょう。ランニングに短パン、あ、読めなかった。ユニクロが似合う人が最高。確かにユニクロは、ユニクロとか GU とかって本当にシンプルなお洋服やし、使いやすいからレナも結構買いに行ったりします。実はこれユニクロですとかよくありますよ。うん、なんかユニクロに見えへんユニクロとか着るのが好き。レナピョンのことレって呼んでもいいですか？なんでいいけど別にどこのお洋服のブランドが好き？どこがよく着るかな。ミラオーウェンとかスナイデルとかが多いかな。最近ミラオーウェンのお洋服着ることが多いです。あとリリーブラウンも好きです。結構ファンの女の子とかがお揃いのワンピース着てきてくれたりすることが最近多くて、握手会で、それが嬉しい、密かに嬉しい。どんな雑誌見てるの？雑誌はね、あんまり読まないんですよね、レナ。普段どんな音楽を聴く？レナはラッドウィンプスさんとかワンオクロックさんとか、あとは K-POP とか、あとはね、バックナンバーさんとかもよく聞くかな。うん、レナピョのこと嫁って呼んでいいですか？あかーん、あかーん。いつもユニクロや自由でお洋服買ってる。お、いいね。安いし結構ちゃんとしてしっかりしてますもんね。レナのこと、レナピョのことなって呼んでいいですか？なんなん、レナでいいやん嫁は NG だって。嫁じゃないもんレナ。うどんちゃんって呼んでいい？呼んで、うどんちゃんって呼んでください。あれは自分スタイルつくから。お、いいね。ジェティも可愛い。ジェティも結構好きです。ワンピースとかジェティ結構夏とか可愛いですよね。レナピョンとお友達になりたい。あ、嬉しい。結構レナお友達いないからお友達欲しいレナピョンの関西弁燃える。でもレナ多分これ関西弁じゃない、ないねんな多分。なんか混ざってるらしい。関西の本気のガチの関西弁のメンバーから見たらレナめっちゃ訛ってるらしい。レナピョン、はじめまして。お、はじめまして。ありがとうございます、初めて来てくれて。
今年もアーポンとプール行くのかな。分からん、どうやろう、行きたいけど、うん、プールね。明日のまなぶくん出演する、どうやろう、するかな、しそう、しそう、そろそろしそう。この前収録したやつとかがされそうですね。で、でもまだ出演メンバー見てないから、イサちゃんの関西弁に比べたらマシ。イサちゃんは喋り方可愛いもん、めっちゃ。アズニャのことまだ好き、まだっていつも好きよ、大好きですよ。劇場で白ピンク振ったら気づいてくれる？気づくし、レナ白ピンクが一番好きだからめちゃくちゃ嬉しい。レナのサイリウムカラー白ピンク。大阪でおすすめのたこ焼き屋さんはわなかかな。劇場グランド花月の近くにあるんですけど、めっちゃ美味しいですよ。シャンプーとトリートメント何使ってる？ラックス使ってます。ラックスの白色のラックス使ってる。レナピョン眠いの？眠くないよ。レナピョン好きなひらがなベスト50。どういうこと？興味ある？でもレは好き、レっていうかひらがなは好き。わかんない。レは好きです。最近食べて美味しかったものはバジルのピザ、バジルピザ美味しかった。今度大阪に行く予定。お、ぜひじゃあ NMB の劇場公演も遊びに来てください、予定が合えば。れなちゃん今年はいっぱい投票するね、ありがとうございます。おすすめの香水、ロクシタンとかジョーマローンとかが好きかな。うん、私はぬが好き。なんで？ひらがなのぬ？なんか確かにぬって可愛い感じはしますけど。洗い物終わった。お、お疲れ様。ちゃんとハンドクリーム塗ってね、カサカサになっちゃうから。二十歳になったら劇場公演行くの目標。お、ぜひ会いに来てくださいね。いつかはうどん見たよ。ほんまですか？ありがとうございます。最近映画グレイテストショーマン見たのが最後かも。顔見に来た、顔見られてる。ありがとうございます。いつも来てくれてますよね。アイコンが結構ピンクで可愛いからいつもなんかあってなる。今日煮物作った？今日はね、作ってない。今日は自炊してない。今日はパン食べた。コナンね、コナンも見たいね。レイジェルのね、卒業公演の日程決まっちゃいましたね。5月2日ですね。寂しい。でも同じチームだし、ずっと一緒のチームやしね、最後は笑顔で送り届けれればいいなと思います。えなぴょんの髪色好き、ありがとうございます。今日は三色丼を食べて。三色丼？親子丼？ん？三色丼って何？ドラケバックダンスは復活するのかな？あー、するんじゃない？どう、わかんない。今日お弁当作った。いいな、レナもお弁当作れるようになりたい。なんか作れると思うけど、なんかお弁当とか作って、なんか自分でもなんか作っても食べてくれる人いない。何のネックレスしてるの？ママにもらったネックレスですよ。ドラさんのもも目撮ってる？撮ってない。レナピョンこんばんは、こんばんは。ショートかわいい、ありがとうございます。レナピョンの声かわいい、嬉しい、ありがとうございます。お料理苦手。レナも昔めっちゃ苦手やってん。なんかご飯
作っても焦げちゃったりして、もうどうしようってなってたんですけど、ずっとやってるとなんかできるようになりました。そんなうまくないけど、和食をうまく作れるようになりたくて頑張ります。頑張ってます。あ、でもりんの卵焼き作るのめっちゃ得意。卵焼きだけはうまく作れるんです、なぜか。スイーツは作れます。スイーツも作れる。クッキーとかはうまく作れる。あとシュークリームも得意。シュークリームとクッキーがお菓子の中では得意。焼きうどんの作り方、焼きうどんの作り方、普通にさっきキャベツとか人参とか入れたい野菜炒めて、そこにうどん入れて炒めて、味付け醤油と塩コショウにちょっとラー油とかごま油入れたら美味しいんじゃない。そんな感じ。シュークリームは難しいけど分量間違えへんかったら絶対大丈夫。れなちゃんママの作るうどん食べてみたい。え、れな、ファンの皆さんにうどん作って食べてほしい。今来た、何の話してるの。今はね、お料理の話してますよ。揚げ物はしたりする。揚げ物はあんまりしないかも。揚げ物自体あんま得意、食べるのとかがあんま得意じゃないから、うん、あんまり和食とかの方、お魚料理とかの方が多いかも作るの。あとはやっぱうどんですかね。そう、油揚げる系はね、そう、油の処理がね大変だからな。軽くフライパンで揚げたりしますけどね。お料理得意だよね。いや全然ですよ。得意っていうか人並み。レナピアに料理習いたい。え、レナも料理誰かに習いたいもん。ママに聞こうかな。お料理したいけど片付けがめんどい。確かに料理作るときはさあ作るぞってこうね意気込みますけど、作った後がねちょっとね大変ですよね、洗い物。母の日なんかプレゼントする。そっか、もうそんな時期か。何かプレゼントしましょうかね。すると思う。本当に可愛いね。嬉しい。作ってすぐ洗う。そう、それがねできたらいいんですけどね、なかなか冬とか寒い時はね。女子力あるだよね。さあどうかな。名古屋では何食べたい。手羽先でね、山ちゃんの手羽先がめっちゃ好きなんです。あとフライボート。どんな花が好き。私ガーベラが好きです。ガーベラとひまわり。私なんか決めてることがあって、自分が結婚するってなった時に結婚式でひまわりいっぱいのドレスを着るのが夢なんですよね。これずっとなんかね、ちっちゃい時から思ってるこのこと。ひまわりがこうドレスにブワーってこうブワーってついても、ひまわり、自分がひまわりになったようなドレスを自分が結婚する時には着たいなっていう夢があるんですよね。そう、卒業公演でそのドレス、うわめっちゃいい、めっちゃいいですね。ドレス作ってもらえるかな、レナが卒業する時。レナピョのひまわり絶対似合う。ほんまに嬉しい。レナピョの前世ハムスターだったのかな。あ、ひまわりやから。いいんで頑張って作るわ。ほんまに作ってくれるの皆さん。嬉しい。ひまわり大好き。ガーベラも好きやけどやっぱひまわりが一番好きかも。ちょっと今からひまわり育ててくる。ほんまにみんなで、ありがとう、優しい。みんな私金木犀、あ、金木犀もいいね。
生誕祭を期待してるでみんな。ひまわりドレス、まだ卒業せんといてや。しないよ、まだしないよ。レナペン結婚していいの？結婚していいの？しちゃうで誰とすんねん。ひまわり好きなんや。うん、ひまわり好き。なんか明るいし元気になるじゃないですか、ひまわりって。だからひまわり好き。うん、うどんはレナちゃんのショートカットの夏みたいです。ショートカットの君に恋してひと夏すぎるのだろう。ショートカットの夏やりたい。かわいい衣装がめっちゃかわいくないですか、あの曲。前髪全然乱れないね、ほんまに。カラオケ行きたいね、カラオケ行きたいですね。最近全然カラオケ行ってない。リリポン結婚したね。ね、結婚おめでとう。リリカ、リリカ結婚おめでとうね。いいな、幸せそうですよね。最近気になる人がいて声の、うん、読めなかった。カラオケでソロ公演。あ、ソロ公演いいな。歌ですよね。実現できたらいいな。最近気になる人がいて LINE の続き方教えて。でも話す内容なかったら LINE は続かないですよね。でも連絡取ることが全てじゃないと思いますよ。多分分かんないけど、うん、無理に連絡取ってもね、お互いしんどいだけかもしれないし。うん、俺彼女と3年6ヶ月目6ヶ月すごっ、長っ、すごいな。好きな人を振り向かせるにはどうしたらいい？どうしたらいいやろな。仲良くなる？分からん、どうなんやろ。もう私は分からないそういう感じは。レナピは漫画読むの？漫画は7はめっちゃ見ましたね。押して押して引く、押して押して引くってどういうこと？レナピョンが男性に言われて嬉しいこと何？嬉しいこと、嬉しいことっていうか、なんか話を聞いてくれる男性はいいなって思う。なんかレナがすごいおしゃべりやし、すごいブワーって喋っちゃうから、なんかそういうのを聞いてくれる人は合うんかなって分からんけど思うのは思いますね。バイト終わって見てます。お疲れ様、バイトありがとうございますね。7いいですよね。7は映画も見たしアニメも見たし漫画も読んだ。あくびじゃんあれ聞き上手やね。ほんまですかラーメン食べてきた。うどんじゃないの？絶対眠いやろ。そんなね、眠くはないんですよ、ほんまに。あくび映った。嘘、マジ？ CD 当選しました。お、ありがとうございます。ネイル見せて。はい、今日帰った。てかもうほんとさっき帰ってきた。こんばんは、星集めに来た。
星集めるだけですか？ちゃんと見ていってくださいね、ショールーム。かわいい、後でインスタ載せて。まだね、写真全然撮れてないから後で載せますね。よく使うアプリは何ですか？え、どういう系で？カメラとか？カメラだったら B612 と360度カメラはよく使うかな。あとビューティープラスみたいなやつもよく使う。えなぴょん、今日も肌綺麗、ありがとうございます。やっぱ季節の変わり目だからお肌のお手入れはいつも以上に気をつけないとあかんかなと思って、ちょっとちゃんとしてるから最近褒められて嬉しい。ありがとうございます。フーディっていうカメラアプリがめっちゃいい。フーディ聞いたことなかった。どんなことしてるの？結構保湿をしっかりしてるかな最近は。カラオケ配信したいレノも。レノピン大人っぽくなったね。ほんまに？努力かれのぴょん。ありがとうございます。肌麦化粧水はめっちゃ安いけどほんまにいい。レナぴょん、ニベアとか使わないよね？ニベアは結構ボディクリームとかはニベアのもの使うことが多いかも。結構なんかそんな、うん、めちゃくちゃ高いものを全然使わなくても本当に全然ハトムギとかで十分保湿される。どこに売ってるの？ドラッグストア、もうどこでも売ってる。今日の服、今日はもういつも着てる部屋着ですよ普通の。最近ショールームするときこれしか着てない。パジャマだからもうずっとこれ着てる。レナピョンの話をよく聞いてくれるメンバーはマイ、オーダンマイちゃん、沖田彩香ちゃん、もう本当レナの話一生聞いてくれる。男性にいい化粧品、でもハトムギとかだとやっぱ男女関係なくどんなお肌にも合うと思うからいいと思いますよ。劇場で見るとほんまにスタイルいいよね。劇場で見るとって他で見てもいいって言ってよ。でも嬉しい、ありがとうございます。マイチってライバルやん、ワロピ。ライバル？ライバル？あ、可愛さのってこと？男性の肌も気になる。気になる？気になるっていうか、気にしてほしい。自分が気になるとかじゃないですけど。気にしてほしいなとは思います。可愛さ2018倍。それマイのやで。早く会いたいな、レナも。レナも二十歳なのにまだお化粧したことないのやばいですよね。え、やばくない。だって二十歳でお化粧しないでも入れるってことは絶対可愛いっていう証拠ですからね。あと二十歳までお化粧してなかったらお肌がめちゃくちゃ綺麗やと思う。アイメイクとかから始めてみればとか、あとチークだけとかリップだけとかちょっと雰囲気とか変わるし結構楽しくなるかも。キャンメイクとかの化粧品とかやったら結構安いからいいと思う。うん、なんかちょっとデートの時とかメイクしたらキュンってされると思うしね。レナピョンは何肌？乾燥肌？レナはすっごいノーマルの肌って言われて、オイリーでもないし乾燥でもないから一番。今のユニットでの片思いの対角線が好き。嬉しい、レナが今やらせてもらってるユニット。中間スクショタイムして。スクショタイム、そうだ、してなかったね今日。
バレた最近ユイポンがレナピョンに似てきた。そう、髪型でしょ。レナピョンはすっぴんでも好きや。嬉しい。ついでに投げキスして。いや、いやです。ほんとかわいいね。ありがとう。もう一回。今日のおすすめのリップ、取れた？行ってみたい海外。フランス、フランスに行ってみたい。ポーランド城じゃないよ、これエチュードハウス。レナピョン恋愛禁止条例公演の衣装めちゃくちゃ似合う。嬉しい。でも錬金公演の衣装めっちゃ好きねの。可愛いですよね。ザリガニ映え。近づくタイプ。化粧始めたの何歳？14歳かな。だから NMB 入ってからぐらいだから14歳ぐらいですかね。朝起きて一番最初に何しますか？起きた瞬間すること。携帯見る。携帯見ること。ベッドから出る前にこうパッて目覚めて、パッて携帯取ってブワーって、もうなんか LINE の返事をブワーって返したり、あとはなんだろう、スケジュール確認したりします。 SNS チェックですね、することは。 Twitter 更新したりみたいな感じですかね。俺多分うどん型ウイルス治ったわ。ひどエゴサしてる？するで、するって言ってるやん。レナずっと寝起きはいいの？レナ寝起きめっちゃいいですよ。あんまり寝落ちとかもないし、たまにありますけど最近。でも寝起きはめちゃくちゃいいと思う。レナ朝の準備何分？メイクしないとき、メイクしないときは5分でできますよ。もう歯磨くのと服着替えるのとか同時進行でやっちゃうから、私5分でリアルに用意できる。ケイチは悪そう。ケイチはもうほんまに寝起きめっちゃ悪い。起こしても起きないんですよ次めっちゃ綺麗。ほんまに？なんかあんまり時間の無駄をするのが嫌で、パッパッパッって何でもやっちゃう。携帯は iPhone です。またラジオ出る？うん、出ると思うよ。口にイチゴのソースついてるよ。は？リップですけどうん、効率いいのがね。リップケースなんでザリガニにしたの？なんかザリガニが一番可愛かった。黒が良かったんですよ、ケースが。ザリガニしかなかった10時ぐらいまでしようかな。今日コメントめっちゃ流れるね。流れるの早いですよね。ケッチと遊んでる？うん、一緒にゲームしたりしてるよ。就職活動があるので頑張ってお化粧の練習してます。お、そっか、お仕事場に行くときはねした方がいいですもんね。何かあったら教えるから、またコメントしてくださいね。よっ、今日カフェ巡り行ってきたよ。いいな、カフェ好き。れなちゃんインスタライブやる？うん、今度ねショールームの方が見てくださる方多いからさ。何のゲームしてるの？秘密みんながハマってるやつ。
ベナピョンもお風呂入った？まだ。タリーズコーヒー行ったりする？タリーズはあの劇場の真ん前にタリーズができたんですよ、最近新しく。だから公園と公園の間でタリーズにレナの大好きなアサイヨーグルトを買いに行ったりします。レナちゃんがお姉ちゃんだったらいいな、嬉しい。いつも髪色なんて頼んでる？今回はグレーとベージュのベージュ強めって言いました。スタバのいちご飲んだ？飲んだよ。スタバのいちごめっちゃ美味しかった。明日も飲もうって思った今。明日帰りに買って帰ろうかな。今フォースアニバーサリーの DVD 見てるよ。4周年ってめちゃくちゃ前じゃない？半分前。今メンバーの間でハマってることゲームかな。インスタライブはどないしてみるんですか？インスタライブはレナのインスタをフォローしてアイコンタップしたら見れます。やってるときは。明日の予定はなんだっけ、なんかあった気がするけどちょっと忘れた。自分で一番好きなパーツは口、歯、歯が好き。口が好きです、自分の。うん。でもあんまり歯出して笑わない、写真とかだと。でもなんか出した方がいいって言われるから出して笑おうって心がけてはいるよ、ちゃんと。足違うの？顔ででしょ、顔で。ホワイトニングしてる？してない、してないです。レナピョンの歯かわいい。歯かわいいって何？うん、コメントが面白い。選挙は不安？それとも楽しみ？不安だよ、不安、めっちゃ不安。でもそれ以上になんか皆さんの熱い気持ちをすごい最近届けてくださって、レナも頑張ろうっていう気持ちになれてるから、うん、楽しみも楽しみ。でも不安の方が大きいかな、やっぱり。今日さ、なんか可愛い。不安だよね、ごめん、謝らないで。みんな不安は一緒やからさ。レナちゃんはやっぱり笑顔が一番。ニコニコ。歯白い？わかんない。今来ました、待ってたよ。名古屋ドーム何くしかあるね、ね、歯の見せ方。今日は機嫌がいいよね、いつも機嫌いいよ。帰宅お疲れ。レナピョンに出会えて幸せです、ありがとう。1時2時も変わったよ、3時も申し込む。おぜひ。レナピョン怒って。ふんふん。ただいま眠たいなり。お、久しぶりに握手会行こうかな、来て。23日の握手会、ん、公演。レナピョンラジオ的にテレビラジオが一番向いてるなって。嬉しい。でもレナもやっぱおしゃべりするのすごい好きやから、バラエティーをもっとやりたいなって思います。レナピョンコスメたくさん持ってそう。リップがすごい好きやから、リップはいっぱい持ってるかも。
昨日ラジコを聞いたよ、ありがとう。あ、あくびがめっちゃ出る。でも眠たいわけじゃないんですよじゃあなんやねんって話ですよね突然ですが好きになります。ありがとうございます。シャネルのリップおすすめ。レナも好きね、いいですよね。はあ、エチュードハウス以外でおすすめのリップ、イプさんのリップとかスリーのリップもいいですよ。あとおプチプラだったらキャンメイクもいいし、ビセもいい。リップいいとかいっぱいありますよ最近。レナピョンの喋りは癒されるし元気が出ます。病人には助かります、ありがとうございます。病気してるの大丈夫？レナピョンさんのお姉ちゃん感がすごい好きです、ありがとうございます。なんかショールームではなんかレナめっちゃお姉さんって言われるんですけど、普段そんなん言われへんのに。でも嬉しい、お姉さんって言われて。早く会いたい、みんなも会いたい。弟と会ってる？会ってない、全然。今日友達、あ、レナピョンの彼女感好きありますか彼女感。 MC だと末っ子感。お、若いってこと？レナピョン推し始めました、レナピョン推し始められました香川行きたい、来て、うどん屋さんいっぱいあるよ、美味しい。奥様感あるよ、奥様感。でもレナ3歳児の息子いそうってよく言われますでも初めて産む子供は女の子がいい。今来ました、今日もレナピョン可愛い、ありがとう来てくれて。俺は冷やし中華始めました。ああそうですか。算数の宿題やってください。いいけど俺のめっちゃ間違うけど大丈夫？レナピョンの息子になりたい。お、レナピョンは変顔とかしたりする？さあどうかな。初握手の人に向けてエア握手。じゃあ初めて来てくれた設定ね。あ、ありがとうございます。ぎゅ、今日は初めて来てくれてありがとうまた絶対会いに来てね、大好きやで、ありがとう。わかんない、だって相手がいないねもん。合ってる？いい子いい子してくれそう。今度行きたい。え、今ので行きたいと思ってくれたってこと？初めての人だってわかる？わかる。見たことない顔だなって思ったら初めてって言う。惚れてまう。ほんまに？嬉しい。方言羨ましい。めっちゃ好きやけん。あんたのことめっちゃ好きやけん。そんなん言わんけどな。あんたとかも言わんしな。よく来る人とか覚えてる？うん、めっちゃ覚えてる。なんかすぐ覚えれますレナ顔。北九州弁好き。北九州弁ってどんなんやろ。なんとかしとうよとか、レナ今ショールームしとうからちょっと待っとってなとか、どんなんやろ、どんなんやろ、分からへん北九州弁っていうの。久しぶりに来てくれた人分かる、分かる、分かるよ。大好きだに、あなたのことが大好きだに女の子多い連は気を使うのかな。あ、レナの連は結構女の子ほんと多いですよ。可愛い女の子が溢れてるからみんな狙わんといてよ、レナのやから好きやに。何時までやる？10時ぐらいかな。水筒と
水筒と、あなたのこと水筒と、レナあなたのこと水筒とよ恥ずかしいわ恥ずかしいわ、こんな一人で携帯に向かってあと10分お水筒とお弁当とそういうこと？うん、レナピョンに友達にレナピョン可愛いって宣伝しといた。お、ありがとう。ウォーアイニー、ウォーアイニー、あれウォーアイニーってどういう意味だっけ、愛してるみたいな感じでしたっけ。レナピョン推しの女の子目当てに行こう。は？あかん、レナのやもん、あかんで。そんなことしたらレナピョンキャッチフレーズやってください。分かった。はい、香川のうどんはチャンピオン、あなたの具材はレナピョン、うどんの都香川県から来ました、宇宙一かわいいうどんの国の姫様、レナピョンこと川上レナです。自己紹介初めて見た方いるかな あ、みんなかわいいって言ってくれてる昔のキャッチフレーズ、昔のキャッチフレーズは、はい、うさぎぴょん、カエルぴょん、レナぴょん、 NMB48 の天然記念物レナぴょんこと川上レナです。これ昔のファンデーション、サンローラン使ってます。自己紹介初めて見た？うん、生で見たい方はぜひ劇場公演に。ピースして。昔の自己紹介はね、恥ずかしい、恥ずかしくはないけど最近好きになったからものすごい新規です。全然好きになってくれることが嬉しい。強く生きる方法は毎日を楽しくハッピーに生きること。やっぱ毎日が楽しくないと絶対強く生きれないから、毎日自分に自信を持って楽しく何か目標を決めて一日一個生きてください。昔の初めて見た？マジ？締め会楽しみやわ。それで人生一度きりや、人生一度きりやな。お、今日うどん食べました。お、ありがとうございます。ありがとうございますっていうのもあれですけど、 What is love 好き、好き、タタタンでしょ、タタ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 タ、盆踊りですか？違います、違います。分かる人には分かるやつやね。ルナピョン柔軟剤使う？使うよ。ダンスがいいのよルナピョンは。ほんまに？嬉しい、ありがとうございます。最近ずっとワットイズラブを踊ってる。マジ？難しくない？結構メモランド、セクシーに喋って。いや、レナちゃん欲望もの踊るの苦手？別に苦手じゃない。セクシーしりとりね、ラジオでやりましたもんね昨日。
リップが転がっていった。ダンス好き？好き。でも得意ではない正直。もう55分か。あと5分ですね。れなちゃんの歌声が好き。嬉しい。大人になったなと思うメンバー、ミル？ミルとかかな。ミルはほんまに大人になったなと思います。もうお別れですか？そう、1時間だからあともう5分ぐらいかな。というか普通に可愛いレナピョンの口移しのチョコレートは最高。お、嬉しい、ありがとうございます。チョコで口移しして。ミルもレナちゃんも子供やったもんな。確かにね。最近すず可愛がってるよね。そうですか。ずっと可愛がってますよ。すずは本当可愛いし、いい子だから。みんないい子ですけどね。可愛いし。レナピョンのグラビアみたい。お。ピョンさん歌うまい。お、ありがとうございます。ジョーちゃんも大人になったよな。モモルも可愛いし。みんな可愛い子がいっぱいですよ。エイホイユドン。エイホイユドンでショールームね、しよう本当に。ちょっと今度彩香に言いますね、本当。最近レナちゃん好きになって同じ髪型にしちゃった。お、ありがとうございます。これ握手会で店に来てよ。見たい。そんな同じ髪型なんて光栄な。それではそろそろランキングを読もうかな。1時間ぐらい経ったしね。それではランキング読んでいきたいと思います。13位マイナさん、12位マユさん、11位コウさん、10位カラさん、9位チアポンさん、8位タクちゃんさん、7位コエピョンさん、6位ポルテさん、5位ビビビ、あ、ん？違う、B ライド、あ、B じゃないわ。5位ライドさん、4位ヤンさん、3位ビビビビオロゲンさん、2位マーレさん、そして1位はパンダさんです。はい、ということで皆さん今日も見てくれてありがとうございました。今日もいっぱい見てくれた、みんながありがとう本当に。選抜総選挙もね、今シングルの申し込み期間がもう始まってるということで、まあいろいろね思うこともありますし、厳しい戦いになるのも分かっていますけど、でも頑張るって決めたので皆さん一緒に頑張りましょう。みんなも頑張るってすごい言ってくれるから、なんだろう、頑張れるし、皆さんよろしくお願いします。今日もありがとうございました。じゃあまたね。いつかな、次は明日かな、明後日かな。それではみんなありがとう、いっぱい来てくれて。おやすみなさい。ありがとうございました。またね。もしかしたら明日お昼とかにも配信できるかもしれないので見に来てね。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。イェイイェイ。バイバイ。おやすみー。